吉島古墳は、兵庫県辰野市新宮町吉島にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。新宮区内遺跡から、古墳の位置する尾根を望む兵庫県南西部、伊保川右岸において菓子平野を一望する、標高、約250メートルの尾根状に築造された古墳である。これまでに1897年に発掘されて、 同京道等が出土したほか、考古学的には1966年に測量調査、発掘調査が実施されている。噴形は左右非対称な前方五円形で、後円部を平野部に向ける。前方部端は尾根筋を切断して形成される。噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は後円部中央における縦穴式石室で、 分級主軸とは遮光する。この石室は、割石積みで、長さ約5.4メートル、幅0.95から1.15メートル、高さ約1.0メートルを測り、内部で先竹形木管の痕跡が検出されている。出土品としては三角円新住居を含む、同郷六面が特に知られ、他にガラス玉、土器片等がある。築造時期は、 古墳時代前期初頭の3世紀後半頃と推定される。張間地方では最古に位置づけられ、全国的にも最古級の初期古墳になる。古墳域は1978年に国の史跡に指定されている。なお、付近には、弥生時代中期を世紀とした大規模集落の新宮区内遺跡がある。古墳の規模は次の通り。 公園部分庁の縦穴式石室1897年の発掘で出土した同郷六面は次の通り、六面はいずれも白菜郷になる。ありがとうございます。